翔ちゃん、はい、なんと今日また新しい星4ゲットしましたよ。いつの間に。朝ガチャで単発で引いたら中村、うん、中村健吾、イエーイ、手に入っちゃいました。まあまだ引いたばっかでね、まだレベル1なんだけど。でまあ今日はね、ちょっとサッカーゲームってフォーメーションとかポジションとか大事じゃない。はい、確かに。うん、ちょっとポジションの説明をしようかな。おお。ただ星音をこう手に入れただけじゃ使えない。まあ使えないってわけじゃないけども、ポジションをしっかりね、自分のポジションのところに置いてあげればもっといい働きをするっていうことね。ああ、適材適所的な。そう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 。まあ今スタメンなんですけど、編成開きます。でまあ今はこうなってるじゃないですか。なってるね。でまあ他のサッカーゲームとかね、サッカーやってた翔ちゃんみたいにサッカーやってた人だったらそういうの分かるんだけど、うん、まあサッカーやったことなくてこのプニコンサッカーだけ始めたよっていう人もいるかもしれないじゃない。そうするとでもやりがちなのがこの右下のおすすめ編成、うんうん、押すじゃない。まあバランス重視するとするじゃない。あ、もうこれでもう完璧だわって思うかもしんないよ、わかんない人は。確かに。だけどこれ触ってみると、ん、ちょっと決定をしながら。あ、そっか、決定か。決定を押してほら、全然おすすめなん、おすすめの場所でもちょっとずれてたりするじゃない。そうするともうせっかくのね、これでいいと思っちゃってると全然働きが、せっかくの星音も、うんうんうん、働き具合がちょっと違ってくるんでね。でまあ今これはまあ反映されませんが、よろしいですか。はい、押しちゃうけど、今ねデッキ1、こんな感じでデッキ1、うん、僕のあるんですけど、まあほらこういう、まあこれちょっとずれてんだけどね、右サイドが多いんだよな。ほらこう押してみると赤いのでね、うんうん、その人の適正のポジションが出るんで、まあ、コーチ川口さんはちょっと全然逆なんですけど、うん、まあその辺も説明しながら。なデッキ2、あ、これはいいよ、反映しなくて。デッキ2ねってなると、まあ一回全部外して、まあ、大久保さんを入れたとしたら、うんうん、大久保さんはここ、まあ、これもこう動かすだけで全然勝手にやってくれるから。なるほど。で、まあ、この星音、まあ、これ真ん中だから真ん中目で、真ん中目のちょっと右サイドにしといたりとかして、うん、ね、これもまあこれはだからどこでもいけんだよね、ここの赤いラインの中だったら。うんうんうん。だからちょっと下げ目のこういう位置でもね、うんうん、そういうのをやって、あとフォーメーションなんかも変えられるんで、自分の好きなフォーメーション、うんうん、まあディフェンスを多くしたければこの541とか。そうだね、うん、ワントップで、そうワントップでも一人ね、得点稼げるやつがいればいいっていう。あとまあおすすめはね、これやった感じだと433、これ僕おすすめっすね。なぜ。まあこれだったら4人ディフェンスがいて、うん、まあ守備はこの方たちに任せる。で中盤も3人、トップも3人、うんうん、もうなんていうのかな、攻撃に関しても攻撃力が厚いっていう。なるほど。うん。で、大体ね、もうね、中盤3人もいれば、攻め込んできた時に取れるから。下まで行かないから。そうなのか。うん。ディフェンスまで行かないから。行っちゃっても、まあ、タックルとかね。あと、例えば僕はなんですけど、うん、この、田中さんとかがいるんで、すごいスキルを発揮するんでね、タックルとかの、うんうんうん、だ星音のディフェンスとかがいれば一人置いとけば、まあ、大体大丈夫じゃない今のところ。そう、今のところはよ、うん、3、4、3でも良さそうだな。
343ね。あ、でも3人だとちょっと不安なんだよね。本当に抜かれた時、1人抜かれた時に、うん、他3人がいれば、まあ、1人はもう逆サイドにいるから、うん、2人がカバーに入ってくれると全然取りやすい、まあ、僕は今352なんだけど、うんうん、そう、もうこれあとね、あんまりサイドに寄せすぎない方がいいかもしれない、開かない方がいいかもしれない、うんうん、真ん中寄せでボールもらったら自分で開けばいいから。なるほど。うん、組み込んでね。だから最初の設定的には真ん中あらへんに真ん中寄せでいた方がいいかもね。うんうん。ただディフェンスとか守りの守備の方は広く4人で、うんうんうん、守らせておけば今のところは大丈夫だと思う、やった感じ。ほう、まあ、これからまた全然強くな、敵が強くなっていったりとか、もしかしたらマルチ対戦とかがあった時には、うんうん、またちょっとね違うかもしれないけど、それでその時までで変えていけば、そうだね、その時までにいろいろなフォーメーションとかいろいろなポジションを試してみて、うんうんうん、まだ分かんないけど、もしかしたらね、まあ本物の話になっちゃうけど、フォワードがミッドフィルダー適性があるかもしれないし、やらせてみたら。そうだね、うん、本物の話で言うと、まあ、あのパベル・ネドベドはフォワードだけど、あのミッドフィルダーでも全然いけますよとか、シェフチェンコだって、ね、フォワードだけどミッドフィルダーの、ね、ウイングでガーッと上がってそのまま自分で得点を決めちゃったりとか、そういう選手もいるかもしれないんでね、そこは使ってみてと。そこは使ってみて、皆さんはどんなフォーメーションなんでしょうか。マルチ対戦が楽しみですね。マルチ対戦ね、あるでしょうか。よくちょっとまた調べてみます。で、またちょっとね、はい、これでツアー回ってみるん で、はい、で、いろんな情報をね、またね、動画に出していこうと思ってるんで、もしこの動画見て分かりやすかったなとか、まあ、また見たいなと思ってくれる人がもしいたら、いたら、うん、チャンネル登録でもしていただけると。ここら辺かな、ここら辺かなって出てないんだね、これ俺は出してないから、うん、まあそうそう、下のチャンネル登録をねしてくれると、ぜひぜひぜひお願いします。翔ちゃんもね、あ、お願いします。あ、ありがとうございます。久美ちゃん、これほらガチャ星野選手で出しますよ僕は、うん、いきますよ、はい、ガチャやる。お、なるほど、走った。これ金になればいいの。お、なった、ほら金。あ、なったなったなった、取った取った、星4来い。あ、取った取った。あ、ダメだ。あ、違うの、激レアだけど違うの、そう、超激レアじゃない、ダメ。まあ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 、そうだね、柏木陽介。うーん、ダメなんだ、うん、金になったけどね、今ね、金になったけどね、うん、まあ、頑張りますよ、うん、ちょっとスタメン、ちょっと見てみましょう。違う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 、お金も使ってる。うん、どういう選手なのかな。あ、見るの、ちょっと見るね。あー、あ、フォワードじゃねえな、うん、ミッドフィルダーだけど、ま、真ん中はもういっぱいいるのよ、うん、左サイドが欲しいの。あ、ミラクルレフティーが欲しいんです。あ、なるほど、うん、左サイドね、左サイドから駆け上がらないだろう。そうね、そういう選手がちょっとアルバロレカバのようにね、うんうん、まあまだ頑張ります。